一発目のパウンドが入った時に、なんかもう動けないっていうか、怪我はないですね。でもやっぱりこの前の3月のがなんかちょっと残ってるのがすぐ練習とかでもやって揺れてたんで、やっぱ一発もらった時結構頭がしわかった。名古屋大会終わってから目まぐるしく変わって、もう本当に、まあ、今までにない経験とかもたくさんさせてもらったんですけど、まあ、ちょっと静かに、まあ、大好きな猫たちと一緒に家で静かに平和に暮らしたいなって、まあ、それでちょっといろいろゆっくり考えたいなって思ってます。自分の中でやりきったのかなって思ってますけど、まあ、私はめっちゃ悔しい私が引き止めて多分ここまで続けてるんで、多分本人はやりきった感があるんじゃないかなって思って、よくここまで来たんじゃないですか。でこういう舞台で朝から海選手と戦えたっていうのは本当に、本人ができる、まあ、精一杯のことをやれたんじゃない、その結果でも頑張ったと思いますよ、はい、まあ楽しめましたよ。